Hello, everyone. Thank you for watching. This is Japan Film Festival Los Angeles 2023. And I'm the director, Naoyuki Ikeda. I live in Los Angeles. Yes, of course. And I'm an actor, director, producer, and now. Uh, the director of this film festival uh, for fifth year this year, and uh, right now we have done the short film selection and also the feature film, and now here is uh, the filmmakers and actors you know from the uh, short film plus section, and you guys can watch uh, online right now. So uh, I want to you know introduce you guys uh, these guys and that I uh, want to hear from them. about the film、uh, Yes, so let's start. えっと、それでは始めたいと思います。作品の方は、初色ですね、First Love。では、監督と出演者の方、自己紹介からお願いします。So please introduce yourself, like the first, like in English and no,、uh, and then お願いします。はい First Love 監督の松本ゆるです。 えー、こちらの映画祭はですね、もう4年目だとは思うんですけども、もうあの、毎回毎回ですね、あのー、選出し,していただいて、こうやって皆さんに、えー、この作品を見ていただけることを、本当に、えー、光栄に思っております。えー、本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、よさんお願いします。 Hi, hello everyone. My name is Yoko Masa. Uh, this film, I uh, my role was a teacher and leading actress. And then uh, I love Los Angeles because I just wanna live there. <laughs> but I'm living in Japan, so I'm so happy that you guys um, invited us. So I'm looking forward this time. Thank you. ありがとうございます。えっ、ー、と、それではちょっと映画のことをね、聞いてい,ていきたいと思うんですけども、まず、ゆるぐ監督にちょっと質問がありまして、今回、初色という題名を、英語ではファーストラブになってるんですけれども、ここのところ、ちょっと何かあのお話が聞けたらと思います。はい。そうですね。あの、まず、タイトルをつけるときに、えー、まあ、それぞれの、まあ、軍道劇なんですけれども、 初恋を描こうというふうに思ったんですけども、初恋というまあ日本語タイトルはすごくもうたくさん今まであるので、何か違ったタイトルがないかなと思っていろいろと言葉を探していたら、あの、初色という言葉、まあ、初恋と、まあ、すごく近しいというか意味合いが似ている言葉があるということを僕を知りまして、それで、あの、初色。 というタイトルをつけました。それで、あの、映画、英語の翻訳の方といろいろと相談をして、どういう英語のタイトルにしようかっていう話をしたんですけども、まあ、英語だったら、ファーストラブって言っても、かっこいいな、初、初、初恋よりも、やっぱりファーストラブって直球でつけた方がかっこいいなと思って、ファーストラブという英語タイトルにしました。 なるほど。ありがとうございます。えっ、ー、と、そして今度は、あの、演じている、あの、洋子さんの方に、え洋、ー、子さんに聞きたいと思うんですけども、今回この先生役ですね。なんですけど、ただの先生じゃなくて、こう、いろいろ逆にこう、先生って、私生活が見えない人のキャラクターが多いんですけど、こう、この先生のこのミステリアスな部分、こう、とか、あとでも生徒の前の、こう、先生の部分とか、多分難、難演じるの難しかったんじゃないのかなと思うんですけども、あの、どうでしょうか このキャラクター、ね、はいあの台本頂い,いた時においしい役だなと思いましたね <laughs> もうあの自分の本当にこう振り幅を最大限出さないといけない物語だったのでうんもう人もうある角度から見たらこの人は一体どういう顔が本当なんだろうってうんあの不思議に思ってしまうような役でしたね何かこう 気をつけたところとか逆に皆さんに私のキャラクター作りでここのところはもう本当に頑張ったのよみたいなところがあったらちょっとお聞きしたいんですが <laughs> あのー、よく死んでいったりとか気絶したりとかする、あのー、お芝居の時って綺麗な女優さんがめちゃめちゃ綺麗に目を閉じるじゃないですかああいうのってなんか私の中で違和感がすごくあったんですよだからもう本当に人間らしくえげつない時はもうリアルにバーンとそれが。 出せたらいいいかなって、うん、思っていて思で松本監督は本当にそういうなんていうか人間味あふれる表情とかいろんなものを引き出すのがとってもお上手で皆さんあんまり気づかれてないと思うんですけど初色のメンバーって演技一度もしたことがない人たちもいっぱいいるんですよ。なのにあんなにいいものを引き出してでてすごい私の中では <laughs>。 私も含めてそんなに経験がないのであのとってもあのいい自分でね本当にもうあの自負しているんですけどいい作品に出させてもらってなと思ってますなるほどあのゆるぐ監督はい、はい、えー、と今回この作品でもその2つのストーリーがこう交差しながら こうなっていったんで、まあ僕らジャパンフルームフェスティバルは、あの、監督の作品を長編を含めて見させてもらってます、ずっと。で、今回ちょっとなんか変わったなって思ったんですけども、うん、こう、どうですか作っ,たってるときに、この、今回のこの初色っていう映画に関しては、何か今までと違ったチャレンジングな部分とか、こう、違う、こう、表現が変わった部分とかあると思うんですが、どうですかそうですね、あのー、 僕が今まで作ってきた作品を見た方は、やっぱりこう、家族愛だったりとか、なんかこう、まあ優しい、え、え、優しいというか、なんかそういったイメージの作品を作るのが多いんじゃないかなってイメージをされるんですけども、実は、あの、根本的なところは違ってですね、 あのー、僕はやっぱりすごく、うん、愛してやまない監督は石井隆監督という方なんですが、その方はもう、あのー、フィルムノワール系、まあノワール系ですね。もう、もう、すごい残酷なシーンがあったりとか、殺したりとか、もう、なんかすごい、えー、ノワール系の作品を撮られる方なんですけども、 その中でもすごく優しさが必ず描かれてる監督なんですね。ですから僕はやっぱり人間というのはあのー、やっぱり両方をもっ人,人は必ず両方の目を持ってると思うので、やっぱりその悪の部分と、まあそのいわゆる優しい人物の部分、それをやっぱりその一つの映画で、えー、描きたいという思いが強いので、今回はその発煉に関しては特にだから、 あの、松田さんが演じていただいたあの先生の役は、その、まあ、代表のキャラクターだと思うんですけども、ああいう人物を僕はやっぱり本来が来たいと思っているので、これからもチャンスがあればそういう、うん、映画を撮っていきたいなと思っています。あの、そのノアール、今聞いて、あ、そうなんですねって納得しました。なんかすごく今までのね、あの松田監督、あの、ごめんなさい、えっ、ー、と、ゆる監督の、松本監督のなんかこう、キャラクター作り、 のメインの人たちっていうのが、やっぱすごく温かい、優しい部分のところがあのフォーカスされてたと思ったんですが、今回、あどうしてこういうふうになったのかなと思ったら、あれですね、その実際、そういうところにまあ気持ちがあって、これから多分、じゃあ、こういうバイオレンス系に、あの、ノワール系なものが。そうですね、やっぱり裏の、やっぱ顔もやっぱり描きたい、なんかこう、綺麗事じゃないけど、表面だけじゃなく、やっぱりそれでこそ、やっぱり映画だなとも思うので。 なるほどですね。はい、これはもうぜひ、あのー、まあ、僕たち映画祭をね、見てくださってる方たちにしたら、新しいルグ監督を見ていただけると思いますので、またぜひぜひね、ねはい、あの、まだオンラインの方で見れるとも、見れますのでね、ぜひ見ていただきたいと思います。で、最後に、あのー、お二人から一言ずつですね、オーディエンスの方にお言葉いただきたいと思います。横さん先にいただいていいでしょうか。え、えー、っとですね。 あのー、私見に来ていただいた日本のねお友達観客の皆さんがおっしゃるのはもう本当びっくりしたって <laughs> うんうんっおっしゃってくれるのでぜひねあのー、最後の展開がどうなるのかはい見ていただきたいなと思いますありがとうございますありがとうございますゆうく監督お願いしますはいそうですねあのー、まあこの初色というファーストラブの作品もぜひあのー、見ていただき はい。そしてですね、あのー、もしこの作品を見て気に入っていただけたら、えー、僕と、あの、松田さんはまた新作を明日から、あー長編を撮影始まりますので、そちらの方もですね、ぜひ楽しみに、えー、待っていていただければと思います。ありがとうございます。えー、っと、それでは。 今日はですね、あの、まあ、中編の作品の紹介ということで、えー、この時間、あの、あったんですけれども、えー、今回この松坂、えっ、ー、と、ま、え、監督の、ゆる監督のお作品のみになりましたけれども、またですね、映画祭の方オンラインで見れますので、えー、ぜひぜひ皆さん stay t u n e しておいてほしいと思います。So everybody, you know,、uh, this is for the short plus film. It's like a, a middle r n g e film.And this time, you know, we still, you guys can watch Our, you know, the Japan Film Festival online and uh, today, and you can buy a ticket and uh, you also can watch it, I think, until 17th uh, uh, Sunday. But anyway, uh please stay tuned and uh, please go watch it. And uh, he's going to have a next film next year, maybe. It's going to be, uh, you know, uh, he's going to start shooting uh, from tomorrow with this, you know, the actress uh, Yoko san. And uh, she'll be in it. And uh, so please, you know, uh, keep in touch and also uh, follow us to see. おビネックスよろしいですか、はい、じゃあ、えっと、スマイルと言って取りますね。じゃあ、取、はい、ります。よいしょい。じゃあ、スマイル。はい